SBSJ が応援する名古屋ブロック全体カンスタリー皆さんこんにちは。ということで、今日はこのアイフェスの名古屋ブロックを全力で応援しています。せーの、カンスタリー。ありがとうございます。では普段ライブ以外にもアット FM さんでレギュラー出演で番組を火曜日夜8時からさせていただいています。その他8月4日からは三重テレビさんでの誰やねんという番組にも出演しています。ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。読み聞かせや
考察教室など会員メンバーが行う身近な活動のサポートから毎年3月に開催されるウーメンズマラソンのようなビッグイベントのボランティアマネジメントまで皆さんの思いを伝えています。何か楽しいことをしたいあなた、ぜひ一度遊びに来てください。まずは名古屋ブロックフェスにカモン！カモン！はい、PSA プロジェクトの総監督をしてもらってます、アリサヤです。私はここにいる皆さんのことを応援しています。せーの、カモン！ありがとうございます。というわけで早速ね、曲の方に行きたいと思うんですけど、はい、皆さん何か振り回すものを準備してください。拳でもタオルでも大丈夫です。今からする曲はジョイサウンドさんのカラオケでも配信されている曲となっています。ぜひ皆さん今から覚えて今後これから歌ってほしいなって思ってます。それでは盛り上がっていきましょう。聴いてください。ぶっ飛びテンション戦隊 BSA。
ありがとうございました。ありがとうございます。 ESJ 日本企画賞、ありがとうございます。ね、元気いっぱいライブを見せてくれました。もう先ほどまでのね、ちょっと暗い時明るくなってまいりました。あの辺も明るくなってきたね。嬉しいですね。雲を飛ばしたね。はい、ありがとうございます。さあ、ということで名古屋の PR をしていただきました BSJ ですが、ここからは会場の皆さんにも審査に加わっていただきたいと思います。皆さんの大きな声援、それから手拍子などをいただきたいと思います。拍手などをしていただきたいと思います。スタッフ、若干ホラーが入っています。なんかここに立つとすごい雨がすごい降ってるのでびしゃびしゃびしゃ。さあ、ということでですね、皆さんの大きな声援、それから拍手、手拍子などよろしくお願いします。名古屋 PR の方、押したいなという方、大きなお声を聞かせてください。お願いします。ホイッスラーがいると思いませんでした。ということで名古屋を PR していただきました、ビューステリオキナショー。ありがとうございました。ホイッスルの音がいろんなところから反響しすぎて若干僕の耳が痛いっていうね。誰よこしろみたいになっておりましたけども、どうもありがとうございます。さあ、ということで現在このステージ上からは地元